ッセージはヤスさんからです。男女の恋愛や同性の友達の話、私はたまにやっちゃう。その人と一緒にいる意味を見失いそうになると、いろんな性の生き方や関係性に耳を傾けてみる。そこにはたくさんの新しいヒントが散りばめられてて、自分にちょっと素直になれる。視点が変わって日常が面白くなる。ありがとうございました。続いてのメッセージはニュートンさんからです。5年前の僕へ。君は今とんでもなく途方に暮れている。自分が分からずに、人を信じることもできずに。でも君はもうすぐ素敵な人たちに出会う。彼らはみんな自分が自分であることに誇りを持ってキラキラしてる。生きてるんだ。君ももうすぐそうなれるよ。ありがとうございました。続いてのメッセージは天気職人チルさんからです。自分が何者かって分からずに苦しんでる人、人と違うイコール異常と誰にも打ち明けられずに悩んでいる人、きっと身近にいます。クラスに 2,3 人ぐらいの割合で。どうか今日この一瞬だけでいいので考えてもらえたら嬉しいです。3年前、私に大事な秘密を打ち明けてくれた友人に敬意とたくさんの愛情を込めて、ありがとうございました。続いてのメッセージはカツオさんからです。有識者のごとく善悪の分別がついているつもりのあなた、女の幸せを高らかに唱えるあなた、男女の恋愛以外は存在しないかのように話すあなた、その目の前に口をつぐんでいる私のことが見えますか？私の心は殴られるような痛みを受けています。面と向かってなんて言えないこと、いつか気づいてほしい。ありがとうございました。続いてのメッセージはコンチャスさんからです。世界中のセクシュアルマイノリティが人間扱いされますように。ありがとうございました。続いて、かなはさんからのメッセージです。異次元の攻めと受けは架空だけど、生身のヒカム・ミアンはここにいる。同性愛者は空想でなく、実在していることを忘れないでほしい。どこにどんな人がいるかわからないから無茶かもしれないけど、私はここにいるよ。ありがとうございました。続いて、東京都会社員の経済さんからです。世間体や社会にはびこる不確かな常識にとらわれず、自分に正直に支え合い生きる人がいます。何歳になっても懲りずに恋愛とか自分らしさでドタバタしてて、でも逃げずに向き合ってる。僕はそんな人たちが大好きです。ありがとうございました。寄せられたメッセージを読みたいと思います。最初のメッセージは京都の鍋さんからです。今いろんなセクシュアリティの人やいろんな生き方をしている人たちに出会いに行けるようになったのは、去年の関西レインボーパレードのおかげであり、そこで話しかけてきてくれた自分と同じゲイの人のおかげです。そこで本当の意味で知った自分の日常で出会う人と違わないという感覚が、こうやって普通に出会えるという感覚が、いつも押しとどめ躊躇させていた心を溶かしてくれました。会ってよかった関西レインボーパレード、その人と出会えてよかった、そんでゲイでよかった。ありがとうございます。続いて千葉フリーターの山猫雄一さんからです。思想的には全く違ってしまってるけど、あの時あなたに恋しなかったら私は今ここにこのコメントを書いていないだろうと思うと、とても不思議に思います。ありがとうございました。続いて京都ゆいさんからのメッセージです。私が本当の自分に気づいたきっかけは女の子に告白されたことです。全く知らなかった世界に
のんけだと思っていた自分がある日突然引き込まれる。ですが性別は関係なく、ただ純粋にその告白に OK しました。それから自分はバイかビアンか、はたまたのんけか、散々悩みましたが、今はビアンだと思っています。その彼女とはお別れしましたが、自分に気づく大切なきっかけをくれました。ありがとうございました。続いて弘前会社経営の総さんからのメッセージです。僕にきっかけをくれた人たちがいたように、僕も誰かの人生のきっかけになりたいな。ありがとうございました。続いては青森のゆうさんからのメッセージです。急に噛むしたのに、悪いことしてないんだからいいじゃんと断言してくれた女友達、君がそう言ってくれたおかげで少しずつ自分に自信が持てるようになってきた。元気になるきっかけをくれてありがとう。ありがとうございました。続いて愛知県大学生ポメさんからのメッセージです。きっかけは同性の友達に恋をして、悩んで悩んで、でも勢い余って告白しちゃった時、同性だからじゃなくて友達としか思えないんだって振ってくれたことです。性別じゃなくて本当の私を見てその答えを出してくれたことがすごく嬉しかったです。今でもいい友達です。ありがとうございました。メッセージの読み上げを変わります。